いや。なあ、このヒカキン信者が物申しに来たらウェイってことでよろしくお願いします。なあ、ちょ、お前らよ、コメント欄で超偉そうに人のことディスってくるからよ、果たしてどこまでの大物かと思って、だいたいね、チェックしに行くんだけど、だいたいが、本当に伸びてないやつが多いね。人のことは、相当相当バカにしとんのね、大衆伸びてない。本当に。な、俺のことめちゃくちゃディスってくんのに、全然伸びてへんな。な、俺と同じぐらい伸びてへんな。な、再生回数少ないから消えな、みたいなコメント言われるけど、な、俺より伸びてない奴に消えなって言われるのはさすがに尺だから、消えねえらせーん感じや、ね。って感じやね。ほんとに。俺クラスになってからちょっと来いよ。俺クラスの雑魚になってから。俺も超雑魚だけど。じゃあ、果たして俺に追いつけんのってレベルだよね。俺みたいな雑魚に。な、俺みたいな雑魚に追いついてから言ってくれよ。なあ、俺みたいな雑魚に。お前らだって雑魚じゃねえ、これと同じよ。なあ、再生回数よ、20とか30の動画あるじゃねえか、お前らだって。なあ、俺だってあるよ、20とか30のさ、超しょぼい動画。そんなしょうがないじゃん。しょぼい動画に出るのあってよ。しょうがないじゃん。たん。なあ、数開けてんだから。なあ。なあ、お前たちだって、困ってるじゃん、再生回数。なあ。困っとる同士でよ、不毛な争いしてさ、なんか意味あるのと思うんだよね、俺。なあ。例えば、ザコとザコとの戦いなんかよ、いくら繰り広げたって、何の足しにもならねえから、ほんとにな。君たち言うわ、噛みつくのは俺じゃなくて、もっと、つわものに噛みついた方がいいわ。俺みたいな貧弱、貧相のやつに噛みついた方で、永遠に伸びねえから、ほんと。なあ。なあ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 感じやな。な、伸びない。もっと大物 YouTuber たち。ねえ、噛みついた方がいいと思う。俺みたいな雑魚に噛みついても、なあ、コメント欄で。題名にもならんし、ほんとに、何の役にも立たん。だからもうちょっと大物 YouTuber のコメント欄で噛みついてこい。俺のとこ来ずに。な、時間がもったいない。俺のとこ来てもほんとに。時間がほんとに、無駄だと思う。俺のとこでは一切題名できない。本当に。それ一つだけすげえ言いたかったよね、本当に。何度も何度もよ。そんな感じだわ。わかった？